なずりかりんさんが大好きな皆様、こんにちは。今回は無加工鼻にんにく系 TikToker のすなずりかりんさんが慶応大学の合格報告をせずに Twitter を鍵やかにしたことについてですね、探っていこうかなと思います。おそらく皆さんの方が情報というか知ってることが多いと思いますので、みんなの意見とか声を拾いながら、どういう状況なのかなと皆さんで確認していきましょう。皆さんが、知ってる情報ですねありましたらコメントを通していただけるとありがたいです。まずですね、ツイッターのすなずりかりんさんの、アカウントがこちらですね。まず鍵アカになっています。すなずりかっこかりんです。子供の頃の画像と、これ大根と、今かどうか知らないけどありますね。はい、ポストは非公開です。はい、これはいつからなんでしょうか。知ってる方いらっしゃったら教えていただけるとありがたいです。それでは皆さんの声ですね、聞いてみましょう。この高橋真理さん、知らない人調べてみると面白いことがあるかもしれません。まず調べてみて話題のツイートですね、言いましょうか。まず、はい、スナズリーカリン、いくらなんでもおっぱい盛るのはダメだろ。全く受験と関係ないけど、いい感じですね。ちょっと待って。このさ、おっぱい盛るのがさ、多すぎ。パイズリするスナズリーカリン。パイズリーカリン。同じじゃん、画像。奥歯にゃんにゃん言わせたろか。スナズリーカリンちゃんってマジで嘘に嘘を重ねるタイプなんだな。学校にもちらほらおった。あれって自分でも何が本当かわからなくなってるの？人様を騙しておいてヘラヘラしてるのはムカつくけど、ややイライラしてますね。プラチンさん、確実に大学受験しない路上シンガーがスナズリカリン擁護してるのまだ面白い。声明っていうか、これ出してその後鍵垢にしたんですよね。これ後で皆さんでちょっと朗読していきましょう。ヒッチハイクシンガー、なんで試験結果出しただけなのにみんな結果に対して批判するんだろう。嫉妬なのかな。そんな嫉妬する暇があったらその後ちょっと読むのあんま興味ないんで終わりにしましょうか。あ、これあれね、本物をちょっと見たんですけど、コラですかね。生物選択ラムダ、受験結果を隠蔽してるスナズリカリン、立候28を見なった方がいい。慶応大学を受験します。この度あなたから提出された書類に基づき選考を行った結果、不合格となりましたのでここに通知いたします。ガチな顔だ。プフさん、ところがどっこい、顔も成績も持った女がいるんですよ。スナズリカリンって言うんですけどね。顔は漏れても成績は漏れません。進み続ける人、スナズリカリンちゃんポスト非公開にしたのは分かりやすいな。慶応合格しましたっていうだけで今までのアンチをまとめてオーバーキルできるのに、それをしないってことは。リタタタさん、スナズリカリンが不正を認めない理由がこれ。某スナズアツ太郎アツスト代表、某スナズリカリン、何がとは言わんけど、クソでかくて草。鼻ですかね。おやすみさん、スナズリカリン声明文出してるけど、
与謝野晶子の子孫とか英検受験とか140キロ打てます元バスケ部ですと虚言癖だらけだからもう何も信用できない。活動していく中で KO ブランドは砂ずり的には絶対欲しいもので隠す必要が全くないのにこの声明文出す時点でダウト。長い。皆様へ、カリンです。先日高校を無事卒業しました。SNS を始めてもう2年ちょっと、学業以外にもいろいろな出演やお仕事に挑戦させていただき、充実した日々を過ごしました。応援してくださった皆様のおかげです。みんなのおかげです。本当にありがとうございます。今までにないいろいろなご経験をさせていただき、良かったこともたくさんありましあったのですが、実は大変だったこともあり、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、卒業や受験期間のタイミングで以前もして不正をしたとのご情報が拡散されてしまい、多くの方からご心配の声をいただきました。まずはご心配をおかけしすみません。誤字ですね、これ。マイナス5点です。頭の良い人なら不正と見抜けるらしいというような拡散のされ方をしてしまっていて、学業という性質上そうでないとのことを専門知識を持っていない第三者に説明することも難しく、また間違えた箇所や学校その他発言に関する誤った情報や切り抜きなどが合わさり、多くの方にご情報が拡散されてしまっている状態でした。この件に関してあまりお話しする機会を作ることができず恐縮ですが、お仕事もたくさんあり自由に発信できる状態でもなく、何よりいたちごっこになりながらご情報と戦っている姿よりも、ファンの皆様には明るく元気に発信している姿を見せたいと思っており、毎日 SNS の更新をしてきました。いろいろと SNS など難しくなっている時代の中、私の発信に関しても未熟な点は多々あったかと思い、ご心配をおかけしてすみません。今後も応援していただける皆様のことを第一に考え、明るく誠実に活動を頑張っていきたいと思います。今後の進路などについても一点二点しながら様々な憶測が飛び交っておりますが、本件やお仕事などのタイミングを見て、良い機会にまた改めてお話しさせていただきます。またお仕事に関しても良き報告ができるように今後も頑張っていきます。いつも見てくださっている皆様本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。はい。ということで、これ、いつの時点の声明文なんだろう。まあ、最近、まあ、高校を無事卒業しましたっていうことなんで、3月とかなんですかね。まあ、この時点で、まあ、もう受験終わってますね。で、まあ、みんなが言ってる感じで、もし合格できたんであれば、もう一番に合格しましたとか、そういう発表するんじゃねえのかっていう話なんだけど、まあ、ここではそれには触れておらず、まあ、不正があって、でまあ、ご情報が拡散されてしまい心配の声をもらったっていうのが、すごいここから、まあ、この辺りまで全部同じ話をしてるんだけど、まあね、まあ、これを出した後にまあ鍵垢にしたという感じですかね。モンハンさん、砂ずりかりんはおそらく暗算動画とかで普段抜けてるけど頭いいですってキャラで行きたくてネタバレか何かして一般でも KO 行けましたよって演出しといて AO で行こうとしたら AO 落ちて一般で行く学力も当然ないから KO 諦めたんでしょう。これが真実なんですかね。どうなんでしょうか。Twitter 界の漁師、鈴成かりんという小娘、嘘をつき通すにも知性が必要の典型で草。受験勉強は IQ テストではない。メタ認知。自分のやっていることの難易度が客観的にわからないような人間が高得点を取れるようなものではない。彼女の発言や文章から剥がれる知性と模試の結果が恐ろしくしているから一発で不正とバレる。顔はアヘ顔でこう言った。砂ずりかりん、AO で KO を狙った。てたけど頭いいキャラで行きたいがために一般っぽくして、もし不正したらバレちゃって AO をした感じだろうな、わら。これが真実なんでしょうか。うん、あれと同じだよね。
顔の時もそうなんだけど、まあ、スノーかわかんないけど、顔をまあ微妙に普通の顔よりもちょっとね補正したがために本物の顔を見せられず、補正ができない状態でまあ動画とかそういうの撮ったというか撮られちゃったというか、そういったのを見て、あれ鼻でかくねみたいな、そういったのと同じ感じで行っちゃったのかなっていう。まあね、これキャラとして、あ、落ちちゃいましたってぐらいでよかったんじゃねえかなっていう感じなんだけど、でもそこまで積み上げてきたものが、まあ頭いいキャラとかすげえ可愛いキャラみたいな、そういったので行ってしまうと、どんどんね自分が逃げられるところがなくなっていくっていうね、そんな感じなんでしょうか。砂ずりかり若干18歳にて人生八方塞がりなの、もはやかわいそうになってきた。砂ずりかりんがアカウントを鍵かけちゃったので、見れない人のために貼っておきます。まあこれ多分やっぱりこれを出した後に鍵アカにしたんですね。これみんなにさ、伝えるために置いたのに鍵アカにしたら全員見れなくなるやって話なんだろうけど、まあ、そこまで結構精神的にいろいろ追い詰められているのか何なんでしょうか。まあ、多分これ誰かに見せて載せたっていうよりかは本当に本人が載せてると思うんだけど、さっきも言ったように同じような文章がずっと羅列していって、一番伝えたいとか自分の中に深く突き刺さっているものはやっぱりここなんですよね。ここの同じなんですよね。ここからここまで基本的に不正の誤情報が拡散されてしまいっていうのが多いんですね。誤った情報、誤情報が拡散とかね、ここね、誤情報を戦っている姿よりもとかね、まあそんな感じでしょうか。砂ずりかりん、卒アルかわいい、平和だなこいつ、春さん。砂ずりかりん、まだ話題になっているのか、元浪人生的には、少しでも受験経験があれば、誰でも模試の結果がおかしいことに気づけるし、先の見えない受験期間で気が狂いそうになるのも理解しているので、この件で浪人海外とか受験海外叩いてる人間は受験経験ないんだろうなって思いますね。霧。ゆべしさん、砂ずりかりん、見ると豆っちが好きすぎて豆っち見るたびに鼻息荒くして飛びかかってきた小学生時代の同級生を思い出す。ね、そういうね、同級生ね。エルさん、砂ずりかりん、承認欲求えぐくて嘘に嘘を重ねるタイプで、炎上後の対応がド下手なインフルエンサーってどっかで見たことあると思ったら赤味噌だわ。わら。BBB さん、砂ずりかりん、はよ、もし不正しましたって認めて謝罪してほしい。こいつの不正でたくさんの受験生が自分の成績を正確に測れなかったりとかしてるんやから謝罪すべきだろ。慶応ブランドが欲しいか知らんが普通にやってることえぐい。これってちなみに、この子がもし不正したっていうことがあったなかったで他の受験生に影響を受けるの？これこいつのせいでたくさんの受験生が自分の成績を正確に測る、多分不正をしたとしてちょっとっていうか平均点が上がるからってことかな。まあ、でも多分この子だけじゃなく他の人もいろいろやってたりするから、正確な平均点とか偏差値とかは出ないんじゃないかなと思うんですが、多少のバイアスあったりとかするんじゃないかなとは思うけど、まあ別に謝罪してほしいは、どうなんだろうね。お前嘘ばっかりつくから謝れみたいな感じだと思うんだけど、まあ、別に謝る必要ないんだけど、ただおもちゃとして面白いみたいな、そんな感じなんじゃないかなと思うんですが、破産。砂ずりかりんが JK ブランドがなくなった後、
あの微妙な顔で芸能活動を成功するために慶応という学歴は必要不可欠だったんだよな。炎上した高卒という肩書きしか持っていない今の砂ずり、人生積んだね。積んでね、積んでね。砂ずりかりんの件も、し不正したかを置いといて、慶応志望だったのは真実なんだから、その辺については説明しないとダメだろ。砂ずりかりん、もし不正してないんだったら、もしの結果くらい開示したらよかったのに、それを言ったらブロックされました。かわいそう。砂ずりかりん、プサギさん。砂ずりかりん、被害者ずらしてるが他の受験生をバカにするような嘘ついて逃げ切ろうとしてるお前の方がよっぽどひどいぞ。砂ずりかりん、結局どうことが転ぼうが悪評が立ちすぎちゃったから仕事柄きつそうだな。仮に何かがきっかけで超ブレイクしたとしても、知ってる人はどうしても模試の結果とか気丸い情とか現実バラにした小学生の頃の嘘のような勉強生活とかがちらつく。慶応じゃなくても大学行けばよかったのにな。え、大学行かないの？あ、大学行かないんですかね。それ知らないんだけど。あれじゃないの？受からなかったけど他の大学行くとかそういう話じゃないの？それちょっとわかんないんだけど、知ってる方いたら教えてください。砂ずりかりんがもし不正してたら、もし不正してたんですよ。砂ずりかりんの小学校で140キロ打てたが、打てたがマジならそれを見逃したプロスカウトは反省して。小学校で140キロ打てたっていうのがどれぐらいの、打てたなのかがちょっと問題ですね。かすったとかちょっと当てたみたいなとかなのか、まあね、まあ別にいいんですけど。砂ずりかりんさんについて、不正動向は一回置いといて、異常な承認欲求の高さとか叩かれた時の対応の下手くそさは今後インフルエンサーとしてやっていく上で致命的じゃないかと思って心配になる。こういう人はネットから距離を置いて芸能活動に集中した方がいいと思う。グラスの土さん。砂ずりかりんは元バスケ部だし140キロ打てるし、与謝野明子の子孫だし、うちで東大 A 判定だし、慶応だし、ワクチンは毒だし、 5G は人体に害があるでもうよくねえか。なんかいろいろごちゃごちゃになってるけど、まあ結構もうどうでもいいんじゃねっていうね、そういう話ですよね。サンドラ AKA ローさんか、ローからティオピー。砂ずりかりんの容姿いじりするやつは論外だとは思うけど、砂ずりを違反しているやつ、過去模試関連に対してネット陰キャとかいうやつはまともに受験したことないんだろうなと思う。ツイッターやってなくてもあの勉強管理に対する異常性に気づける。砂ずりかりんちゃんに関しては最近知ったので、普段どんな発信をしていたか知らないけど、外から真実だけ見ると勉強頑張ってると発信してこんな成績を取れたと自慢した子が最終的に大学進学をやめたというだけのことに、容姿の否定を含めて暴言吐く人がたくさんいて、以上、お前がどんな迷惑をかぶった。あ、これやっぱりそうなの？最終的に大学進学をやめたの？あ、そうなの？どんどんとなんか、砂ずりかりんさんの、情報というか、知識が増えていってるんだけど、あ、結局そういうこと？なんとなくまとめると、TikTok やってて、で、まあ、途中で、なんつうの、補正じゃない鼻を見て、あれ鼻でかくねってなって、それでなんか、やめようみたいな話したんだけど、結局やめなくて続けて、で、私は慶応受けますって言って、その後に、模試を受けました、模試の判定、A 判定だった、余裕ですみたいな話をしてて、で、すげえ勉強してますって言って、
て、で、慶応の合格したかどうかを言わずに、ツイッターで、なんか声明文みたいのを出して、その後に鍵明かしたみたいな。で、結局のところ、大学は行かずに、高卒になるってこと。で、OK。ぽいよね。そんな感じ。砂ずりかりんが可愛かったら変わってたよ。ちょっとね。砂ずりかりんが可愛かったら変わってたよ。でもクソ鼻でかいし、バスコショットだからぶったたく。めっちゃ言ってるわ。砂ずりかりん、鍵かけてて草。批判されて謝罪文見えないようにするってことは最初から謝罪する気はなくて、これ以上生活に影響が出ないよう、なあなあにしようとしてたんだなと思う。砂ずりかりんの模試不正とか正直どうでもいいけど、容姿のことで叩くのはさすがにダメだろうと思いますけどね。砂ずりかりん本当に模試不正やないのなら、視聴者から出された協定レベルの問題を解くインスタライブやればすぐに疑惑晴れるのになんでやらないんやろな。100点中75点でした。砂ずりかりんガチ面白い。ガチおもろい。小学生の時のスケジュール、あれで嘘ってバレてないと思ってるのガチえぐい。あの勉強続けられるんだったらさすがにリーさん、嘘つきまくった後処理頑張ってください。砂ずりかりん。声明文出した後に鍵かけ、インフルエンサーが SNS アカウントに鍵かけるの最高に握手で好き。はい、ということでですね、なんとなく皆さんの、声を拾ってって、まあ、それを精査した結果、まあ、いろいろなことが分かったので、とても勉強になりました。砂ずりかりんさんについてはですね、鼻ですかね。鼻がすげえクソでかかったというところと、慶応を受けますっていうところまではなんとなく知ってたんですけど、あと模試を不正してんじゃねえみたいな。なんか数 1A と数 2B 全違うんだけど、間違って言ってるみたいな、そんな話をちらほら聞いてるところで終わってたので、あの後どうしたんだろうとちょっとふと思ったら、こういった、なんかいろいろ面白いことになってたので、動画として出したんですけど、まあ、ただ、今の時点で何も分かってない情報とか、まあ、その時の時系列とか分かってない部分もあるので、もし、すごく知ってる方いらっしゃったら教えていただけると、すごくありがたいです。はい。砂ずりかりんさんですね。ちょっと面白い方だと思うので、今後、時々、動画として出していきたいかなと思います。それでは。